どうもっす。ちょっとシャレ込んでみました。苦戦してるカクテル。サイドカーもそうだし、ホワイトレディですね。いろんなバーテンダーさんもそうだけど、サイドカーは哲学だと思ってるんで、皆さん思ってる、描いてる味の再現、まあブランデー何使うかとか、コアントロ、オレンジクラス何使うかとかっていう部分で、甘さと酸味の調整がちょっとむずいなっていうところと、まあ、シェイクの仕方もそうですね。でホワイトレディは僕個人で言うとジン30、コアントロ15、レモン15、このバランスでもすごく美味しいんですけど、クラシックなものって出来上がったのが古いから絶対今と味が違うと思ってますね。ジンにしろキュラソワにしろ、でもうちょっとなんかあるんじゃないかなっていう、この自分の中のしっくり感がまだ来てないっていうのがありますね。何年か、3年ぐらいですか。そんなもんでしょ。バーテンダー歴はこれまた絶妙なところで、バーテンダーって僕そんな長くないですよ。4、5年ぐらいですよ。それまでにこうワインバーとかスペインバルとかレストランとかあるから、そこで一応カクテルは作ったけども、そういうのを含めたら10年以上だけど、オーセンティックとかちゃんとやってますみたいなところはそんなもんですよ。まあ全然初心者です、素人っす。2種類とも、おう、ほい。ナンバー10にしようかな。やっぱりこうナンバー10の方がシトラス感っていうのがね、僕は強く感じるので、そっちにしようかな。これはもう30、15、15だし、ここからです。ちょっと オレンジのこうね、香りだと苦味を加えたのに、ちょっとだけこうビターズ加える。ビターズも苦味酒ですよ。あ、アルコール入ってますよ。料理でいうとこの隠し味的な、これちょっと入るだけまた変わるんです。でちょっとオレンジの皮を入れちゃいます。ここにこれにシェイクすることによってオレンジの香りがね、こう引き立つよね。古いコアントロは飲んだことないですけど、もっとねこうオレンジの香りがしてると僕は思っているので。飲んだことないけど。水割りかな。水割りハイボール、クロートの悩みです。ウイスキー好きだし、一番飲む機会が多いからこそ、バーボンの比率とかスコッチだったらどの比率がいいとか結局わかんないっす。いただきます。うん、おいしい。いや意外といいんじゃねえかな。と思ったよりいいんじゃねえかな。もっとねホワイトリーだから、オレンジのこの油分的な香りがもっと欲しいんだよね。おいしい。4年とかじゃないですか、ダイニングバーとか含めて。だから難しいところだよね。なんかみんなが思うバーテンダーってこのオーセンティックバーに立ってる人なのか、レストランにもバーカウンターあったし、ダイニングバーもちろんあるし、ワインバーとかね、スペインバーにもちろんカウンターはあるから、
バーテンダーではあるよね、うん、シェイカーを振る人をバーテンダーって言うんだったらまた変わるだろうしです。マジで超やりたくなるな。いいな、飲みづらい。超やりたくないな。動画でやっぱ馴染ませていくスタイル。ここでこう混ぜ合わせ。IDKP おいしい。まあ、うん、バーボンの甘みがあってちょうどいいんじゃないでしょうか。多分ハーパーだからでもいいんじゃないかな。多分これがもっと強めのバーボンらしい、まあ、ターキーとかブッカーツとかだったらちょっと強すぎちゃうけど、まあいうのだとしんどいだろうね。ハーパー40度ですからね、タキー45なんで、うん、いやでも僕は思うね、水割りとソーダ割りで手順さえしっかりしてれば差はないと思う。ああ、あと比率とかですよね。バーボンだと、でも俺的にはちょっと温度が高い方がこのバーボン特有の甘みとかっていうのがすごい出るなって印象あるかな。スコッチとかだったらね、冷やしても全然スコッチの良さっていうのは出るんだけど、バーボンはね、よりウッディな感じっていうものはちょっと温度が高い方が水割りは美味しいかなと思っております。作ります、はい、どこか作ります。当店ではレミマルトン VSOP ベリースペシャルオールド、なんだっけな、ど忘れしたな。サイド感の難しいところはね、ブランデーって冷やして飲むもんじゃないから、でもこれシェイクするので冷えちゃうから、絶妙なね、塩梅がすごい大切なんですよ。やっぱり香りがね、ブランデーって千原裕次郎的な、こうやって回してこうみんなのこのブランデーのイメージだけど、これって要は少し温めて香りをこうね立たせてるっていう意味合いでもあるから、冷やすのにはあんまり美味しくないんですよ。諸説ありですが、でサイドカーでございます。ちなみにさっきね、茶こしを使った理由も、氷の細かいのが入っちゃうとそれはそれで、まあ、薄くなっちゃうのもそうだけど、冷えすぎちゃうっていうのもあるので茶こしを挟んでます。
6度おいしい。でもやっぱね、こう僕の思うサイドカーってやっぱオレンジジュースなんや、完成形は違うの。オレンジジュースのようなで、あ、飲みやすい、美味しいですね。あ、美味しい。サイドカーを作る上ですごく注意してるのが、シェイクは通常よりもちょっと短めで、よく空気を含ませてあげるっていうのが気をつけてることですね。ちゃんと手首とかうまく使って攪拌して、でも通常よりもシェイクは短めに温度を下げすぎないように作ってあげる。意外とちゃんとうまいっていうね、店主ですから。そこはね、ちゃんと水なりはもっと頑張りますよ